さあ、例年ですけれども、いつもこのいわきクリテ、ではですね、勝利のダンスをね、踊っていただけるということで、レイモミオノフラスクールの皆さんです。どうぞお越しくださいませ。お届けいたしました。そして続きましてもう1曲あります。レイプアケニケニという曲らしいですけれども、どうぞよろしくお願いします。Yeah.
またフォトセッションの時にはまた登場していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。さあ、それでは皆さん大変長らくお待たせいたしました、それでは JBCF 第16回いわきクリテリウム、P1 の表彰式を行ってまいりたいと思います、少し準備だけいたしますので少々お待ちください。トップ6ご紹介させていただきましょう。第6位からご紹介させていただきます、皆さん大きな拍手でお迎えいただきたいと思います、それではご紹介いたしましょう。第6位です。第6位はゼッケンナンバー16番伊野智之、宇都宮ブリッツ。第5位です。ゼッケンナンバー43番小畑カール、鳴島フレンドレーシング。そして第4位です。ゼッケンナンバー6番島のレーシング野中龍馬。そして第3位であります。第3位はゼッケンナンバー14番宇都宮ブリッツェン増田真理之。そして第2位です。ゼッケンナンバー175番キャノンデールスペースゼロポイント太田アーティー。そして、第1位であります、最後のゴールスプリント、最後のスプリントのあの速さは、歓声が上がりました。ゼッケンナンバー171番キャノンデールスペースゼロポイント小室正成。それでは表彰状の授与をさせていただきます。プレゼンターは JBCF 理事吉川明が務めてまいります。よろしくお願いいたします。第16回 JBCF いわきクリテリウムクラス P1 第1位、記録1時間15分22秒小室正成殿、キャノンデールスペースゼロポイント、おめでとうございます。クラス P1 第2位岡篤史殿、キャノンデールスペースゼロポイント、おめでとうございます。クラス P1 第3位増田成幸殿、宇都宮ブリッツェン、おめでとうございます。クラス P1 第4位野中龍馬殿、島のレーシング、クラス P1 第5位小畑薫殿、鳴島フレンドレーシング、おめでとうございます。クラス P1 第6位飯野智之殿、宇都宮ブリッツェン、おめでとうございます。吉川理事どうもありがとうございました。それでは見事勝利を収めてまいりました、キャノンデールスペースゼロポイントの小室正成選手に、一言いただきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます、70分プラス2周回という、このレースでありましたけれども、今の気持ちいかがでございますでしょうか。久しぶりに優勝ができて嬉しいです。今、鈴木真理選手、この場所で2年前まで4連覇を、飾っておられました。で同じチームでありまして、今は参戦をされていらっしゃらない中で、今ワンツーで飾られたっていうこの勝ちの執念っていうのが、最後のスプリントに出ていたんじゃないかなと個人的には思っておるんですが、その辺どうでしょうか。怪我でその試合に出れないっていうのは本当に悔しいことなんで、真理さんもベッドの上で僕らがこう勝つことを応援してくれてたと思うので、もうやっぱり、ね、彼がいたら本当に5連覇したかもしれない場所なんで、僕らで絶対勝とうっていうふうに言ってたんで、アツシが2位に入ってワンツーっていう最高の形で終わることができて本当に嬉しいです。真理さんも喜んでくれてます。若干17歳、ということで、その中で、語れました。じゃあ、岡選手、じゃあ一言だけいいですか。はい、振るなよって。大丈夫ですか。はい、じゃあ一言。あ、本当に信じられない。はい、本当嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ応援されます皆さんにしてた一言だけ。本当にありがとうございます。はい。本当に一言でしたね。
じゃあ、代表いたしまして、じゃあ、小室選手、じゃあ、応援されました皆さんに、まだ残すところ JPT ではあと2戦のみとなりますので、一言今後の決意も合わせてよろしくお願いします。はい、まだ JBCM のレース2つ残っているの で、まあ、コース次、まあ、またクリテル、その後がまた上りのレースということ で、うち上れる選手もいるので、まあ、それぞれのレースでそれぞれが役割を果たして、また存在感のある走りを見せないように頑張っていきます。ありがとうございました。さあ、それではポードセッションを行っていきたいと思います。それぞれポーズを取っていただきまして、そしてレイモミオのフラスクールの皆様もどうぞ横についていただければと思います。サイドについてくださいませ。はい、じゃあそれではポーズを取っていただきまして、いきましょう。ポードセッションどうぞ。片手を上げたりとか両手を上げたりとか、できれば声をかけていただけた方が見やすいと思いますので、よろしいでしょうか。いいですか。よろしいですかね。はい、では改めて、トップ6の選手の皆さんに大きな拍手をよろしくお願いします。それでは一旦お降りくださいませ。そして続きましては、ルビーレッドと、はい、ピアホワイトのジャージの新定となります。前回の経済産業大臣期ロードチャンピオンシップでも実質的には総合の決定という形になっておりますが、改めてということで、それではルビーレッドジャージから宇都宮ブリッチェン増田成幸選手、それでは吉川理事、よろしくお願いいたします。家登っちゃった。じゃあ一言よろしくお願いしたいと思います。そうですね、まずは小室さん22年ぶりの優勝おめでとうございます。いや、前最後に勝ったのは多分19歳の時の東日本実業団ですよね。なんかそこから、まあ、今までなんか大変な病気とかしながらここまで諦めずにやってきて、で今日もまたその必死にさんの怪我でもう今日絶対勝ってやるという意地に負けましたね。なんかそれを感じながら最後散っていきました僕は。本当に最後は根性勝負だったので、スプリントってどこまで根性を出せるかなので、なんかそのなんかいいもの見させてもらいました。ありがとうございます。あと2戦でありますけれども、まあ、個人的な部分で、増田選手としてはどういうレース展開をしていきたいというふうに思っておられますでしょうか。そうですね、もう年間チャンピオンもほぼ確定してて、チーム総合も決まってるので、その何にふさわしい走りをして、責任ある J プロツアーチャンピオンとして恥ずかしくない走りをして、 J プロツアー残り2戦ですけど、まだまだ盛り上げて楽しいものにしていきたいなと思います。どうもありがとうございます。それでは改めてフォトセッションとなりますが、これってこちらの方がいいんですかね。映す側としては真ん中の方がいいですよね、やりやすいですよね。はい、じゃあ一つじゃあポーズを取っていただきまして、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ一旦ちょっとお降りいただけますでしょうか。続きましては、ピュアホワイトジャージの新定となります。Under23 のランキングトップに新定されます、マトリックスパータグ、安原大輝選手。
ピアホワイトジャージ、しっかり守りきってまいりました。ここまでしか無理だ。レース中はもう、そしてレイが送られます。あ、ピアリー、これは素敵、あ、いい色ですね。いい色ですね。はい、じゃあおめでとうございます。ありがとうございます。まあ、今日のレースというか、まあ、今回はいわきクリテはいかがでしたでしょうか。いや、予選落ちてしまったんで、まあ、次の宇和島頑張りたいと思います。前回ですね、経済産業大臣の時に、安原監督と、お前はピュアじゃないとか、なんちゃらかんちゃらいろんな話がありましたけど、いかがでしたか、その後は。いや、その後は、まあ、特に何もなかったんですけど、まあ僕はピュアなんで。ありがとうございます。じゃあそれでは写真撮っていきたいと思います。こちらの方に、それでは一つポーズを撮っていただきまして、どうぞ。フォトセッションです。それでは増田選手、どうぞこちらの方に、そしてフラスクールの方もどうぞこちらの方にお越しください。前エールがいいですかね。はい、横についていただきます。上がってもらった方がいいですか。上がってもらった方がいいですかね。 あ、降りた方がいいですかね。どっちがいいですか。まあ、写真のあれによりますけど、はい、ではポーズ取っていただきまして、どうぞ。はい、それではジャージの進呈でありました。改めて大きな拍手をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。お戻りくださいませ。それでは以上をもちまして、第16回 JBCF いわきクリテリウム終了とさせていただきます。あと、JPT ではあと2戦、そして、エリートは第、あと3戦ということになりました。ぜひ最後の最後まで熱いレースをまたこの後次回、お楽しみいただきたいと思います。 ABC は私新田真嗣がお送りしてまいりました。どうもありがとうございました。